今日は、タイトル通りですね、なんとこの YouTube、 これはインスタライブなんですけど、はい、YouTube が一応あのスタートとして、なんと2月の11日で、こちら、ライブ配信含めなんと1年1周年になりました。おめでとうございます。ゆうこちゃん、ありがとうございます。はい、という感じで、こんな感じでですね、1年こうやってきたので、せっかくなのでね、ちょっとプレゼント企画をちょっとやっていきたいなと思います。ありがとうございます、はい、ということで、皆さんライブ配信見てる方、YouTube にはね、多分まだ上げてないかと思うんですけど、ライブ配信見てる方で、ですね、まあ、工場の横にある、職人さんのね、端材の中からちょっと拾ってきた、庭から拾ってきた、ちょっと原石が、いくつか珍しいのがあったので、そちらをですね、バレル加工ってやってます、はいはい、バレル加工をさせてもらったやつをちょっとプレゼントできたらいいかなと思っております。はい、一応手がかかっております。はい、社長がちょっと頑張ってくれってね、バレルを、全く手のかけていない原石ではありません、はい、バレルでちょっと艶を出してあります。はい、というものも、はい、分かんない。ちなみにちさちゃんは珍しいと言いましたが、割と一般的なものでございます。そうなんですね。あのちょっと私はあんまりちょっと知らないので、天然石のこと、あ、この石珍しいかなと思ったんですけど、一応一般的な石らしいです。はい、というのをちょっとプレゼントしていきたいかなと思います。ちなみに美代子ちゃん、何人にプレゼント、何人にしましょう。そこか。あと一応ね、こんな感じでね、バレルをね、磨いたのがいくつかあるんですが、その中からちょっと多分この厳選されてる、袋から出てるあたりになりますので、そうなりますので、ちょっと紹介してもらいましょう。はい、ということで、私からまず一つ目、はい、ヒント合うかな、ヒント合うかな、あれだ、お香立てにも使ったアメジストの底、上アメジストで、下がもう、こう埋まってたな、内側の水位、そう、この辺がいい色、はいはい、いい色。あ、じゃあ、ちさちゃんの顔も変わった。はい、こんな感じ。こんなのね。はい。その1、ピンクないか。こんな感じのものになっています。さすが。はい。結構磨かれて、手のひらサイズで、なんか結構、しっかり握れる感じの、なんか結構大きさがありそうですけど、ね、夏には涼しくていいですよ、握ってるとね、足は冷たいから。あ、そうですよね。というものがまず一つ、アメジスタ、はいはい、で、まあ当社らしいもの、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、これ透明度高いです。水晶の特攻です。ちょっと手が噛んでるかもしれない。はい、でもすごく綺麗になりました。私の指ぐらい、うん、指ぐらいあるから、結構長さが、ね、六方が綺麗に出てますよ、うん、ある感じです。というものが水晶が一つ、うん、はい、はい、次、ダダン、これわかるかな、これルチルクオーツです。ルチルクオーツ、まあ、ちょっと透明度はないんですけど、あんまりね、はいはい、いっぱい細かいのが入っていて、はい、さっきね、みよこちゃんがね、こうね、何、双眼鏡なっていう顕微鏡ルーペでね、ルーペ、そう、ルーペでね、顕微鏡はちょっと大変、ね、そう、ルーペで一生懸命見て、あ、細かいのいっぱいありますみたいな感じで、いっぱい入ってます。はい、なのでこんなのもあります。ちょっとね、ここがね、ちょっと見えるかな、ちょっとピンクっぽくなってますけど、ちょっと照明が手に足りなさすぎだけど、ピンクっぽくなってますね、うんうん、これが多分ちょっと鉱物らしい感じのルチルに、はい、その3、その3、その4か、今日はその4、その4、じゃーん、フローライト、フローライト、でこれもバレルで上げてるので、うん、フローライト柔らかいからバレルじゃ綺麗になりません。あ、なるほど、そういうことがあるの、うん、まあ、だから個人で磨きたい人は、柔らかい石なんで、うん、サクッと磨けるかもしれないのものになってます。でも綺麗だね、色がね、
緑から紫からね、レインボーっぽくいろいろ入ってるんで、うん、はい、綺麗です。はい、という感じで、最後は、まあ、ちょっと宝石店っぽい透明度の高いアメジストの薄い感じです。最近じゃローズ飴とか言われてる原石だな。うん、あのいいです、透明度高いです、とてもクリアです、この大きさでね。そうですね、これもなんかすごい持ちやすいというか、うん、いい感じです。すごい綺麗です。わかるかな、この綺麗さ、という感じです。ということで、そんな感じで5点5名分5名様分、うん、となっております。応募くるといいな、5名。はい、うん、あの、まあ、たくさん出してこないと寂しいから、ちょっと少なくしてみます。あ、そうですね。はい、ということで、でもね、前回も結構早いもの順だったので、まあ、概要欄に、こうプレゼント企画の明日までにちょっと用意させてもらいますので、まあ明日から、ちょっとね開始させていただいて、どうしましょうかね、締め切りね、締め切り、そう、締め切り2週間じゃあ2週間ということで、なっております。アバウトで、うん、多少過ぎてもいいコメントいただければ、それがみたいな、ね、はい、非常にアバウトですということになっていますので、うん、はい、はい、なんか社長がなんか言いたそうなので、社長来てください。はい、社長、なんとこのライブ配信始めて1周年になりました、はい、社長入ってください、はい、はい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 、なんとこのバレル磨きは社長がしてくれました。はい、座って座って、はい、顔を出して、顔を出して、こんにちは、こんにちは、お世話になります。はい、社長が磨いてくれております。はい、ありがとうございます。はい、ですね、来る5月1日日曜日ですけど、はい、5月1日日曜日、はい、はい、浅草のフリーマーケットに出ます。はい、はい、時間は10時午前10時から夕方の4時までです。はい、もしよかったらお出かけください。はい、ということで、はい、宣伝でした。はい、石フリマ、私もちょっと行きますので、もしよかったら遊びに来てください。浅草で待っておりますということで、はい、社長ありがとうございました。社長はそれが言いたかったんです。はい、ということで、まあ、こちらプレゼントになります5点ですね。はい、なのでちょっと募集を開始します。一番初めはアメジスト、1番目、2番目水晶特攻、3番目ルッチルクオーツ、4番目フローライト、5番目ローズアメジストという形になっています。で、もし弊社のですね、メールアドレスをもし知っている方がいて、早くその明日まで待てないっていう人は、普通にメールでプレゼント企画ってタイトル入れてくれたら一番に来ますので。はい、ということで以上になります。ということで、みやこちゃん、ありがとうございました。ということで、またね、2年目のなんていうか、目標というか、2年目の目標、意気込みというか、聞きたいです。いやだ、そんな心配なのかな。のんびりと、でもまあ続けていきたいと思います。まあ、新しいネタはもうちょっとないのかも。まあ、なんかコメントでね、これやってほしいですとか、なんかこうあったら、すごくね、そちらにも対応できるといいかなと思っています。はい、やはりね、国産っていうか、日本でね、こういう加工ができるっていうことをもっともっと知ってもらいたいっていうのと、やっぱね、できることが結構多いと私は思っているので、うん、その辺も見ていただきたいのと、あとね、私ね、コミュニティをね、もっと活性化させていきたいんですよ。例えば、みよこちゃんみたいに、なんかこう、自分は研磨してるけど、ちょっと聞いてみたいとか、質問とかね、レンタル工房とかがあるので、まあね、まあ、学校行ってね、結局その後ちょっと職人さんになれ、なりませんでしたっていう方でもいいし、全然プロはまあ関係ないので、そういう方でもいいし、なんかそういう素人の方でも全然いいので、そういうコミュニティをですね、もっともっと活性化、私は
今年はできるといいなと思っています。はい、あの工場に来てくださったらですね、あのそれこそ職人さんの端材とかがあるので、それをなんか使っていただいて、うちのレンタル工房でですね、あのぜひね磨いたりとかね、あのそういうこともできると思いますので、ぜひ遊びに来てください。はい、ということで以上になります。料金がお安くなるかもしれないので。あ、そうですよ、料金安くなるかもしれません。社長そこにいるのでちゃんと聞いてるのでね。次の政策でね。はい。ということで以上になります。はい、まあ私はあまり登場することはございませんが、まあ、引き続きね、みよこちゃんに頑張っていただきたいと思います。こんにちは、平井さんですね。あのまたプレゼント企画です。もしよかったら申し込んでください。はい、ということで以上になります。